ねえ、ちょっといい？この後さ、暇？俺の部屋へ来ない？あ、エロい顔してる。お楽しみな妄想してるとこ悪いんだけど、割と健全なお誘いなんだよね。あれ？してないんだ。まあ、俺としてはしてくれても全然問題ないんだけどね。なんならその妄想、いつでも現実にしてやんよ。君の反応っていちいち面白いよね。ごめんごめん、そうじゃなくてさ、アニメだよ、アニメ。うん、あずさが主役の声を当ててる新作アニメが今日から放送するんだよね。よかったら君も一緒に見ないかなと思って。おお、ありがとう。うん、やっぱりあずさはうまいな。はあ、負けてらんねえな。あずさの演技力は半端ねえし、見習いたい部分もいっぱいある。でも俺は暑さになる必要なんかないんだよな。俺は俺の演技をすればいい。そう言ってくれたのは君だろ。もっと練習して仕事こなして、暑さをいつか抜かしてやるって決めたしな。ああ、そういえば台本の読み合わせはいつもあずさと一緒にやってたけど、今度からはこっそりやろっかな。で、いつの間にか上手くなってる俺を見せて、あずさをびっくりさせんのとかいいよな。あのさ、別に俺あずさと付き合ってんじゃないんだから、いつまでも仲良しこよしってわけにはいかないだろう。つうかさ、俺にもそろそろ弟離れの時が来たのかなって。さすがにそれはちょっと言い過ぎじゃねえ？どんなイメージだっつうの？ま、今でもあずさのことを大好きなのは変わらないけどさ。そうだ、いいこと考えた。今度からさ、台本の読み合わせは君が付き合ってよ。うん。ああ、そうやって最初からできないって決めつけんのマジ良くない。超かっこ悪い。俺、嫌いだな。
うん、そうだよ。いいっていいって。当たり前だろ、そんなの。他の誰でもなく、君がいいって言ってんのは俺なんだからさ。君が付き合ってくれればそれで満足なんだよ。ね。よくできました。ああ。いや、別に俺はいいんだけど。うん、おやすみ。やっぱ待て。君のエロい妄想をいつでも現実にしてやるってさっき言っただろ。ね、俺が俺の演技をしようと思えたのも、俺らしくいることを選べたことも、どんな俺でも君が俺のそばにいてくれるって思えたからなんだよ。俺のこの考え、間違ってないよな。よかった。うん。俺さ、あずさ以上に大切にしたい人ができたんだよ。好きだよ。君が好きだ。妹としての君にもすっげえ燃えるんだけどさ、これからは俺の彼女になってほしい。うん、ダメ。マジで？俺にとっては一番大切にしたい子だっていうのが重要でさ、別に立場とかあんま関係ないっつうか、そんな理由じゃ納得できない？君が納得するまでずっと好き好き言い続けよっか。じゃあ晴れて俺らは恋人ってことで。やべ、俺今すっげえ嬉しいかも。大好き。なあ、これからも俺の隣で俺のことだけを見ていて。